り最初は周りの目がすごく気になって、結構電車の中とかでやっぱりアジア顔だから、この子は一体外国人なのかな、日本人なのかな、スカーフしてるなみたいな、こういろんな目線があったりするんですけど、今になったらもしかしたら日本人のアイデンティティって少し薄れちゃうのかなって思ったこともあるんですけど、全くそんなことはなくて、なんか今は日本人でありムスリムであるっていうことをすごく嬉しく思ってます。